NMB48 の横野すみれ、20、が活動辞退することが23日、分かった。この日、グループの公式ブログで発表された。公式ブログで、横野すみれより活動辞退の申し入れがあり、本日5月23日付で受理しましたことをご報告いたします。この発表をもちまして NMB48 すべての活動を終了させていただきますとし、横野本人からのコメントを記載した。横野は、私、横野すみれは NMB48 の活動を辞退させていただきます。このような形で突然の発表となってしまい、ごめんなさいと謝罪。NMB48 として活動してきた3年間は、あっという間でいろいろな経験をさせていただきました。くじけそうな時も皆さんの応援が力となり、ここまで活動することができました。劇場公演やコンサート、握手会やお話、会、SNS のコメントなどで、皆さんからたくさんのパワーをいただき、それが私の原動力となっていましたと活動を振り返った。小さい頃からの夢だったアイドルを NMB48 で叶えることができて、皆さんに応援していただいて、輝かせてくださって本当に幸せでした。心から感謝しています。皆さんと過ごした思い出や時間は、私の宝物です。ずっと忘れません。大好きなメンバー。いつも支えてくださったスタッフさん、そして何よりも私のことを好きでいてくれたファンの皆さん、今まで本当にありがとうございましたと感謝。今後について具体的な言及はなかったが、これからは新しい道で感謝の気持ちを胸に立ち止まらず前へ進みたいと思います。皆さんのことが大好きです。たくさんの応援、本当にありがとうございましたと綴った。横野は3月、文春オンラインで、ジャニーズグループ、関ジャニ∞の横山宏と、ジャニーズジュニアのユニット、グループの福本大春、21、との、二股密会が報じられた。なお、これまで、横野は密会報道に言及したことはなかった。